ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は2017年10月31日後楽園ホール、大仁田篤史7年ぶり7度目の引退、さよなら大仁田、さよなら電流爆破について触れてまいります。邪道大仁田、久々の引退興行です。今回は高木慎吾、カイトタッグを組み、藤田和幸、剣道家臣、野沢論外との引退試合となりました。リングの内外で激しい攻防が繰り広げられましたが、最後は引退試合に慣れている大仁田が野沢論外を下し、有終の美を飾りました。